JR 金沢駅緑の窓口に設置された黒い箱、中を覗いてみると、 QR コードをタッチしてドアを開けると、中は畳半畳分ぐらいの広さになっていて、デスクの上には携帯電話を充電できるコンセントも設置されています。コロナ禍ですっかり定着したテレワークができる有料の個室ブース、ステーションブースです。ビジネス客をターゲットに、今回北陸で初めて金沢駅と富山駅に設置されました。中にはモニターやコンセント、無料 Wi-Fi などが完備されています。しかし、賑やかな駅の構内、仕事に向いているのでしょうか。ドアを閉めると外の音が少し聞こえづらくなりました。自分だけの空間で仕事に集中できそうです。料金は15分275円で、イコカなどの IC カードで支払いができます。会員登録をして事前に予約すれば、待ち時間なしで利用することもできるそうです。時間や場所にとらわれない形で就業環境を、提供させていただくことによって、お客様にのニーズにしっかりと応えていって、便利に私どもの会社を使っていただきたい。ステーションブースは午前7時から午後8時まで、明日から利用できるということです。